4. Wo? Wait, wait.
んという味だ。ああ、帰ってきたか。やはり裏で糸引いてたのは近江の誰かだったの？ああ、戦国だ。マスターたちは金で追い込まれたらしい。そう。はあ、どうしたんだ、何かあったのか？義勇、ちょっとヤバいことになっちまった。さっきの天野ビルの一件、どうやら俺が容疑者になっちまったらしい。どういうことだ？警察の監視カメラに誠が撃った瞬間が映っていたらしいんだ。どう見ても伊達が撃ったようにしか見えん。これは何かの間違いです。これは現場にあったものだ。鑑識で伊達の銃のものと判明した。何度も申し上げる通り、彼は我々の極秘捜査に協力してもらっているもので。元刑事とはいえ、銃の携帯などを許せるはずはなかろう。おっしゃる通りですが、彼の協力がなければミレニアムタワーを爆破させた組織を特定するのは難しい状況でして。君らが追っていた組織とは何なんだね？神言派です。神言派？何を言ってるんだ。神言派はとっくに壊滅したはずだ。いえ、公安部が半年前から内定していたところ、その残党がまだ神室町に潜んでいることが分かったんです。確かな情報なのか？ええ、我々がマークしていたスターダストというホストクラブのオーナーはその可能性が高かったのです。なぜ公安部は正式な捜査を行わなかったのかね。和樹は用心深く頭が切れます。そこで倉橋課長から和樹と親しい伊達さんの捜査協力要請があったんです。事情は分かったが、このような結果になってしまったんだ。伊達を逮捕するほかなかろう。逮捕？これが公になってみたまえ。元刑事のスキャンダルとしてマスコミの格好のネタになるだろうが、すぐに伊達の身柄を拘束する手続きを取る。待ってください。現時点をもって本捜査の指揮権を捜査一課へと移行。神言派の事件においても同様だ。公安部も四課もこれ以上の手出しは無用だ。分かったね？はい、分かりました。以上だ。倉橋課長。分かっています。伊達さんのことは私にも責任がある。いい方策を考えてみます。ビデオに映っているのはほんの一部じゃない。そんなことは幹部の連中にはわからない。だとしてもビデオに映っていただけでどうして容疑者になるのよ。今この町で起きた事件は全てビデオで検証することになってんだ。あの男を射殺したのは私よ。銃を提出して証言するわ。どうせ元刑事とはいえ一般人である誠を使って極秘捜査をしていたことは事実なんだ。それに現場には誠が撃った銃弾が残ってる。お前の銃弾はもみ消されちまうだろう。花屋が撮ったビデオが証拠になってるのか？おそらくそうだろう。こうなったら
とことん人言派の動きを追ってやる。だがこのまま神室町にいたら逮捕されるのは時間の問題だろう。一旦離れた方がいい。これからどうするつもりだ。大吾の居場所を探し当てて、そこから人言派を探ってみる。どうやって？こうなったらあいつを頼るしかない。花屋か。ああ。何か掴んだら連絡する。桐生さん。お。はい。ああ。はい。え？ああ、どこだ？ユーヤを出しやがれ！ブラックさんだ。お前ら何しに来やがった？何しにとはご挨拶だな、元ヘッド。コウジ？ヘッドだったあんたなら何しに来たかわかるはずだぜ。岡野はどこだ？知らねえ。嘘つくんじゃねえよ。あんたが示した次期ヘッドだ。知らねえはずがねえ。知らねえもんは知らねえんだよ。そうか。だったら500万きっちり払ってもらうぜ。なんで俺がそんな大金払うんだ。ずいぶん儲けてんだろ。レジの中にあるんじゃねえのか。俺の金じゃねえ、店の金だ。おい、なめたこと言ってんだよ。チームバックれたやつは500万、あんたが決めた掟じゃねえか。あんたが指名したヘッドがバックれたんだ。責任取れっつってんだよ。後でもう一度来る。それまでに金か岡野、どっちかを用意しておけよ。
ありがとう。いや、取らせやがって。行きましょう。行きましょう。
ああ、何？一人で何ができる。元ヘッドだからって容赦しねえぞ。上等だ。かかってきやがれ。おい、ユヤ。この店は清掃がなっちゃいねえな。掃除するなら手伝うぜ。ゴミ掃除をな。キリュウさん。ふざけやがって。まとめてやっちまえ。私にくれたブラックサンダー初代ヘッドの特攻服だよ。
キリュウさん。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。なあなあ。お？お。
しばらく寝てろ。行きましょう。
さ。そうっすね。请问おい。ん？